皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネルベースボールペディア3月の打撃部門司会進行を務めますベースボールプランニングの清水奈穂美です。よろしくお願いいたします。さて今回は東京新高円寺にありますセノンスポーツゼロからお届けいたします。今回の講師の方をご紹介いたします。元日本ハムでご活躍されました人呼んでミスターファイターズ田中幸雄さんです。ゆきおさんよろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。元ファイターズ、2007年に引退しました田中と申します。今日はバッティングということで、私が今までやってきた、中でのバッティングの、自分の理論、またいろんな人のバッティングも見てきてますし、いろんな人の、指導も見てきてますので、そこは自分の中でアレンジした自分なりの、指導の仕方ということで、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では最初のテーマが上半身の使い方ということなんですが、幸雄さんは小学校の頃から野球を始めたということなんですが、はいはい、お子さんの頃から上半身の使い方というのは意識することがありましたか？いやでも野球を始めた頃、僕始めたのが小学校の5年生からなんですけども、もう最初の頃は全く何も分からず、ただバット振りなさいって言われて、人の真似をしながら、ただ上半身も下半身も意識することなく持ってるね、バットをどう振るかっていう、ただそういった意識の中でずっとやってきたと思います。ただその高校生になってもおそらくそういう状況ですかね。あまり下半身上半身そんなに気にしてやってなかったと思いますけれども、やっぱりプロに入った中でいろんな選手がいて、一流の選手もいる中で、そういった選手を見ながらですね、自分で考えて上半身下半身体の使い方をどうやって使って打ってるんだろうなっていう、そういうものを自分で見ながら考えて、自分の中でもそのプロの生活の中でやっぱり上半身の使い方、下半身の使い方、それをね、上と下がどううまく動けばバットがしっかり振れるかっていうことを考えながら、やってきたと思います。はい、幸雄さんが上半身の使い方を意識されたのはプロに入ってからということなんですが、今回このチャンネルでは野球をしている小中学生のお子さんにも見ていただきたいと思ってまして、プロになってから気づくというのも大事なんですけど、お子さんのうちからもし意識できることがあれば今回教えていただきたいと思います。あ、そうですね、僕今小学生とかにもちょっと教えたりもするんですけど、やはりいろんなスイングありますね。独特なスイングする子もいますし、やはりそこで伝えているのが、やはりどうしてもあまりそこまで多分考えて振ってないと思うんですよね。持ってる手をどう使うかとか、そうですよね、自分の振りやすいところを振ってるだけっていう感じなので、また小学校の低学年になるとまだ下半身とかも弱いですし、腰を回した時に軸足がしっかり使えてない、ベタ足になってで、うまく回転運動ができてないっていうところもあったりするので、そこの意識をしながら、ただバット持たなくても形を作っていけるっていうところも大事だと思うので、そういうことも含めて指導していきたいなと思います。はい、ではこの後幸雄さんには実演をしていただけるということなので、はい、まず、はい、最初のテーマ1のテーマ、上半身の動きからやっていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、全身使ったスイング、強く振らないですけど、今までもいろんな方がバッティングの指導されてきていると思いますけど、しっかりと全身使ったスイングとして、構えとかタイミングとかそういうのを入れて踏み込んで腰を回してインパクトして振っていくっていう、これが普通のスイングですよね。普通のスイング。でそれに対してこの下を使わない上半身だけのスイング、これちょっとデモンストレーションで気をつけをして手だけ動かす。バットの軌道ってこれがこうなったりする人はあんまり多分いないと思うんですよ。バットも小学生でも軽いバット使ってるんで、バット振るときにバット振ってみなさいって手だけで振ってみなさいってこうやって振る人とか多分いないでしょうね。こうやって振る人もいないでしょうし、ボールがこっちから来るに対してやっぱりその時に体のやっぱり近くを出していく。右肘はバットって構えがあってタイミングを取ってトップの位置、最終的にバットが出る位置がありますね。ここに置いてほしい。
それは人によって近い人もいれば遠い人もいるし、それは個人個人違うと思うので、それはもう自分のこう置きやすいところでいいと思うので、ここから本当は下半身を使って引っ張っていくんですけど、手だけでやると体の近くを通すのに右肘がやっぱり脇の体の近く、胸の近くを通りますよね。でバットが少し遅れてきて、もちろん左肘も脇もくっついてる。で最後右肘多少曲がった状態でインパクトして最後に右手が伸びていく。右手の片手の動きからすると、曲がって伸ばす、曲がって伸ばす。左手は脇が開かないように引っ張ってここで返していく。その時に僕ちょっと左手のすごく重要なポイントがあると思ってて、左手って意外と右バッターの人、左手ってあんまり意識持ってないと思うんですね。引っ張る方の手、どうしてもパワーパワーって右がパワーだっていう、右手で強く押そうっていう、こう意識を持ってる人がいると思うんですけど、左手の引っ張りってすごく重要だと思ってて、押す力引っ張る力がやっぱりこううまく、もちろん引っ張る方が強い方が前が大きくなったりするので、打球も強く飛んでいくし、でその時にインパクトのバットの角度ですよね。よくグリップから出していってこういうインパクトっていうふうに教えることがあると思うんですけど、これだと手の甲が上を向いて脇が少し開くんですよね。これね、左手の力を使おうと思えば、まあ、水平チョップしますよね。水平チョップすると脇開くじゃないですか。でも手の甲で叩くと脇閉まるんですよね。ということは脇が閉まった方が、押されても閉めた方が強く押せる。ということはバットもインパクトの時に多少左手の甲が少しこっちを向いた状態で脇が閉まったところでインパクトした方がバットの角度がしっかりついて、よく捕まった打球って言いますよね。捕まった打球が打てて打球も強く飛んでいく。特に右バッターでいうとアウトコース、そのライト方向に打つ打球って引っ張る打球よりも伸びないじゃないですか。飛ばないでしょ。それはなぜかって今言ったようにバットが寝たりする。結局手の甲が上を向いてバットが平行もしくは下がると弱く負けちゃうんですよね。で脇も開く。そこをしっかりと返してあげた状態で当たるとバットが前に出て立つんですよね。そうすると力も脇もしまって伝わったところで当たるので強く飛んでいって、また上に上がれば、ね、遠くへ飛んでいくっていうことなので、左手もすごく大事になる。でその時に、まあ、また戻りますけど、上半身手だけで振る動き、先ほども言いましたけど、まあ、引っ張る力、通す力を利用して体の近くを振っていく。でインパクトの時はしっかりとこうではなくて、手の甲が少しピッチャー側に、左手の甲がピッチャー側に向くようにインパクトしてあげる。で上半身で速く振ろうとするときにどこを使うかというと、やっぱり腹筋、側筋、背筋って必要になってきますね。多少このまっすぐな状態で振ろうと思ったら手だけでこうなるので、体の真ん中しか振れないんですよね。それをちょっとこうひねってあげる。腰をこう少しひねったり、腹筋背筋力を入れて少しひねりを入れて、お腹をひねってピッチャー側にちょっと回すだけでも早く振れますよね。下はそんな動かしてないんですよね。だから下を全く動かさなかったらこのぐらいの振りなんですよ。ちょっと腹筋背筋を使うとちょっとこう早く振れる。だから下半身を放っておいて上半身だけの素振りで上の動きをこう覚えるには、こういった練習で素振りをしたりティーバッティングをするというのは非常に有効だと思います。まあ、実際今これはオキティですけども、まあ、自分の一番インパクトしやすいところにセッティングしてもらって立ってもらって、下半身は止めたまま、まあ、使うとしても最後に言った腹筋側筋あたりをしっかりとひねって打つということですね。であとはバットの出し方っていうのは、自分の構えたところから少しトップ、この位置に置いておいて、体の近くを通して右脇をしっかり両脇締めていって、インパクトでこう当たらないようにして、多少左手の甲がこちらを向くところでインパクトする。でその時に一番大事なのはボールをしっかりまず見て、ボールのどこを打つかっていうことも意識してほしいんですね。
上を打てばゴロになるし、下を打てばフライになる。これ軟式のボールなので、軟式のボールは比較的中心ですよね、中心ややちょっと下ぐらいですか、そこを意識して、そこにバットが入るようにイメージして打つということ。これがバラバラだとやはり動いているボールもっと当たらなくなるので、こういった止まっているボールに対してはしっかりと集中してここで打つように意識します。これね、軌道、バットの軌道も上からとかこう下からとか言っても結局ボールの打つところで変わってしまうんですね。上から上を打てばゴロになるし、上からボールの下に入ると上がりますよね。逆に下から出したとしても上を打てばゴロになるし、下を打てばフライ上がる。結局だから何が大事かっていうのは、やっぱりいかにボールとバットをうまくコンタクトさせられるかっていうのが大事なので、まあ、こういう素振りだったり起きていっていうのは、そこを意識してやることによってしっかりと当たる確率が上がってくると思います。で、先ほど最初に言った下半身を止めての動かし方、多少上半身気をつけしたまんま下が使えないようにして、多少腰をひねったり体、腹筋背筋に力を入れてトップの位置から打ち出す、タイミング取ってトップの位置から打ち出す、こういう単純ですけども、こういう動かし方っていうのを上半身だけやると上の使い方っていうのが覚えられると思うので、バットの軌道もしっかりと上だったら上から、平行だったら平行、多少下からだったら下からで、そのボールをしっかりと芯で打ってライナーを打つ、そういった練習をすることによって上半身の動きが非常に良くなってくると思いますので、まあ、こういうことを意識して練習してほしいなと思います。